はい、どうも、はこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、やってきました極性ガシャ、ついに緑の SSR のユニットがですね、極性ガシャとしてやってきましたね。そして極性ガシャは知ってる通り、シトロハイムですね。シトロハイムがやってまいりました。いらないという声も、聞いてはいるんですけど、やはり、リンクスキルでのね、増援と遅延はね、パーセンテージがあるので完全ではないんですけど、あるっていうのはいいのかなとは思うんですけどね、いらないという声が多くてびっくりしております。まあ、アビリティの方もね、フィールド上の敵ユニットが持つコマンドユニットをかけるコマンドスキルと、アビリティの数、ですね、かけるアタックが 25% アクティブというちょっと微妙なね感じですけども、まあ、リンクスキルがね、ということで取っていこうと思います。敏感でね、ラウンド開始時に敵カウントプラス1&増援の敵カウントプラス1&緑属性のアタック 100% ですね。これもなかなか魅力だと思います。まあ微妙といえば微妙かな。では早速ですね、引いていきましょう。その前にですね、ボックスの中身ですね、紹介しておきましょう。ボックスの中身 SSR は、シゲチとヨンタロウですね。そしてチェックメイト、ナイフディオ、でウルセーブのムーブブスとですね、元石アキラ、こちらになっております。ヨンタロウが微妙に外れ枠かなと私の中では思っております。そしてチェックメイトはですね、ナイフディオ、あと1で4スマの世界に入るので、アビリティ13ですねになるので、これも狙っていきたいと思います。ただしシトロハイムが、早く出たらそこで、終了というふうにさせてもらいます。では1セット目参ります。さあもう見ていきましょうかね。さあどうだ、ドラララララ、これはちょっと厳しいかな。さあドラララララ、さあ最後まで出ないですからね。さあドラララララララ、皆様走っても無理。どこ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 、はずまだ5枚目、ドラララララ、ジョセフ6枚目、全部アール、7枚目、全部ハルだ、8枚目オールアールか、来るのがお、まさかのオールアール、オールアールか、9枚目、あっと SSR1 枚確定。さあどうだ、ムーブ武装やりました。さあムーブブースト、これムーブブーストが来なかったら情けない感じでした。バイルツアダストは発動せず、そしてアビリティアップならず、なんだこの微妙なところは。残念。はい、では、2セット目ですね、いきましょう。2セット、奥屋、2枚目、どこどこと稲妻が来てきた、いきなり4太郎、さあ2枚以上は確定。さあどこどこどこ、3枚目、ペットショップ。さあ4枚目は城太郎、5枚目ですね、キャプテンテリーヌ。そして6枚目どこどこどこ、これは2枚コースか。さあ7枚目は音いいし、さあ8枚目どこどこどこ、抜けサーク。さあ9枚目何が出てくる。さあシトロハイムか、シゲチ、シゲチでした。さあどうだ、バイトアダソンなるか、ならない。バイトアダソン欲しくて欲しかった、アビリティはアップせず、ここはアビリティアップしてほしかった。
こちらもアビリティアップするー 今のところ全スルー。はい、では3セット目ですね。3セット目いい加減出てきてください。では参ります。さあ、泡の色は虹1枚のみ。これはどうだ、ドラララララで、これフォース、どこペットショップ、どこタルカス4枚目。さあどうだ、ジョタロウ6枚目、どこタルカー7枚目、ネナ8枚目、どこドノバーン。さあ9枚目、あーっと間違えた、風間違え、メシナ。さあ最後はどっちだ、どっちが、うナイフか、それとも、来ました、ストロハイム精鋭部隊です、アンド精鋭部隊。はい、ありがとうございます。いやー来ました、3セット目ですか。まあよいいでしょう、よかったです。バイツアーダストかからず。はい、というわけでですね、3セット目で引けたということですね。あとはナイフデュオがですね、来てくれればよかったかなというところですが、もうこれ以上引くのも辛いということで終わらさせていただきます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、多分ガシャ動画になるとは思うんですけども、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスボタン。